はい、おはようございま す, います、沖縄生物クラブドガブです。だいぶご無沙汰に大丈夫です。あれの後だからすぐ出る、すぐ出るですか。はい、なんか年末になると活動的になりますね。時間があるからね、うん、はい、ということで今日はちょっとですね山に来てはいるんですが、はい、海岸にちょっとこれから行こうと思ってるんですけど、昔の人っていうかね、やっぱ自然に詳しかったのって何かって言ったら、やっぱ関係を密に持ってたっていうことがやっぱりあるので、今の皆さんにもですね、少しその自分とその周りの身近な自然とね、関係を持ってもらいたいということで、まあ衣食住とある中でですね、やっぱ一番興味があるのって食じゃないですか、うん、ということで、当たり前にある食材に覆ってないものをちょっと、食べてみようということで、我々仕事納めはまだ私仕事納め終わりましたね。お疲れ様でございました、はい、ということで今からちょっとね、それを、はい、海岸の方に、取りに行ってみたいと思います。ということで行きましょう。行くぞ。はい、というわけで、はい、やってきました。海岸に来ました。でも目当てのものはもう生えてるんだけどね。そうだね。でも取りやすいところがいいな。うん。こんな感じでね、浜辺の植物、まあ前にね、少し浜辺の植物やりましたけど、そんなのが生えてるとこまで来ました。はい。はい、ということで、今日まあ紹介するというかですね、取り上げるやつはこいつです。はい、今ですね、実は花の時期ではないのであまり皆さんが興味がないかもしれませんが、シマアザミと言います。で、これね、見てもらうとね、これ邪悪なトゲがいっぱい生えてるんですよ、ね、見えるかな。これしかもね、痛いです、かなり結構痛いですよね、硬くて、うん、はい。で、これまあアザミというですね、植物の仲間になります。はい、で、これはですね、実は喜界島の、お年寄りの方から教えてもらったレシピだったりしますが、沖縄でもね、もともとはどうも食べてたみたいなんですが、まあ割ともう今食べる人がいないということで、まあ私ぐらいかな食べてるのね、形になりますので、ちょっとね、これから食べる分だけ取ってみたいと思います。はい、というわけで今日はシマアザミの料理を作っていこうということですね。そうですね。はい、はい、いきます。根元から、うん、根元に包丁を、これは根っこから切ってるんじゃなくて葉っぱを落としてるぞってことですね。そうですね。で、今の時期ですね、ちょうどロゼッタって言って、ちょっとこう冬を耐え忍ぶ形の、状態になってますので、まあこんな形で葉っぱが取れます。で、痛いのでなるべく長めの葉っぱで、うん、痛いよね、長めの刃物で取りますが、はい、はい、お、はい、はい、という形になります。で、このままだと口に入れたくない、はい、そのトゲは、はい、で、実はですね、トゲがあるところ、裏から見てみるとここにはトゲがないんですね。なるほど。先端というか、この葉っぱの端っこだけなので、ハサミというか刃物でこのような形で落としてしまうんですね。落としてしまいます。はい、で、この状態で、まあ、この部分が可食部という形になります、うん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 、はい、ということで他のやつも順次やっていきます。はい、お願いします。アザミっていうとね、僕ら食べてる野菜なんかではごぼうとかがアザミの仲間ですね。そうですね。ごぼうはアザミ赤で、まあ、うん、ほぼ同じものですね。まあ、ごぼうはね、根っこを食べますが、うん、まあ、これもね、根っこ食べれるんだけど、まあ、食べたらなくなっちゃうからね、うん、なるべくね、この負荷がかかんないようにというかね、地上部は割と傷むことが想定されてるのでね、うん、よいしょ。菊科はそして結構野菜多いですね。そうですね、アザミは菊科の仲間ですね。菊科は一部を除いて基本的には食べられるので、タンポポにせよ、よいしょ、割とね、優秀な食材になります。あ、そうやって見ると結構美味しそうですね。
うん、美味しいよ。どうしよう、これですげえ流行って俺の分までなくなっちゃったら。うん、そんなことはないから大丈夫だよ。心配になるね。本気で言ってる？本気で言ってるよ。いや、流行んないよ。流行んないかな。流行んないよ。そうかな。で、これね、新芽のところは傷つけてないんで問題なく、まあこの後も育ってくれるでしょう。うん、まあそもそもね、割とあのしょっちゅうしょっちゅう芽が出るもんなんで、うん、引っこ抜いて根っこ食べちゃってもまあいいっちゃいいんですけどね。まあせっかくなんで、まあ、珍しい植物ってわけでもないですね。これ海岸に行くと大体生えてる。中央分離帯にもいるんだよね。うん、巨大のとことかね。うん、巨大の中央分離帯のやつはいつか食べてやろうと思うんだけどね。よいしょ。機械島なんかではね、こういう海岸のことをね、海岸でこういう食べ物が取れる場所のことをね、ムタって言ったりするんですけど、あのちょっとしたね、その日の食材みたいなものが常にある場所っていうことで、あのちょっと前の沖縄でもね含めてそうですけど、結構大事にされてるというかね、その気軽に割と食材を取って取れる場所として認識されてたっぽいですね。結局ね、飲食住が何だかこう自然に頼ってたってことですよね。うん、そうですね。数分で、はい、数分ですね。これだけ、はい、このように、これだけあれば、うん、ちょっと食べれますね。食べれますね。はい、はい、ということで、これを今から調理していきたいと思います。はい、じゃあ移動しましょう。はい、はい、先ほど取ってきた、これですね、シマアザミ、こんなになりました。で、これをですね、これからあと処理していくんですけど、まずちょっと、ね、砂とかついてますので、水場で、洗っていきます。洗うと。まあね、洗っても洗わなくてもいいっちゃいいんだけどね、どうせやろう。そんなすごい汚れてるわけじゃないですね。うん、どうせ俺らが来るしね。ここにね、うん、まあ、洗っては欲しいけど、うん、贅沢だな。はい、ね、一応キネ君が神経質だから洗います。うん、僕が悪いみたいな、ね。うん、はい、そしたらですね、お鍋に水をいただきました。はい、いただいて、さあ、じゃあ、はい、行きましょう。下準備にかかります。沸かしていきます。はい、今日はお外でやります。はい、行き当たりばったりです。はい、で、ここでですね、まあ、入れるものがあります。お湯が沸いたらですね、重曹、重炭酸水素ナトリウムというのを加えます。で、まあ、よくね、あの料理する人はあの知ってる素材というかアク抜きのものなんですけども、結構入りましたね。うん、適当。どうせ下茹でなんで。で、これを入れるとですね、水の中で、OH-、まあ、アルカリ性を示すようになります。で、アルカリを示すとですね、アルカリはですね、実はタンパク質を分解したりとか、そういう能力が高くなるので、まあ、アクの成分というか、そういうものがですね、植物体から抜けやすくなるということがありますので、こういった野のもの、アクが強いものに関してはですね、割とこれを入れてっていうことがよくあります。ということで、今回は、こうやって、まあ、さじ1杯ぐらいですかね、入れたお湯を用意します。で、この鍋にですね、そのまま入らないっぽいので、あ、入らないな、入らないっぽいので、半分ぐらいにバツッと大胆に、うん、切ってしまいます。はい、なんかチクッとした。で、はい、この状態で、15分から30分ぐらい煮ていきます。はい、というわけで30分後。はい、はい、ということで30分経ちました。ね、だいぶね、邪悪な汁が出てきたの分かりますかね。白がすごいね。うん、はい、で、大体これでですね、一応下茹でというのは終わりになりますので、これで、水にさらして絞っちゃいます。はい、で、下茹で終了です。はい、じゃあ洗っていきます。というか、まあ水を捨てていきます。ほら、あー、すごい
邪悪な汁が出てますね。すはい、これね、食べた時にその感じるえぐみみたいな渋みみたいなものが、うん、だいぶね抜けたと。まあ抜けたかどうかはね、食ってみないと食べられる範囲に下がったっていうのが正しいでしょうね。うわ、抜けた、すごいな。うん、はい、で、ちょっとね、絞っちゃいます。絞っちゃうと、さらにこの邪悪な汁が出ますんで。で、このままでおひたしとかにもできるんですが、ちょっと味をつけて、うん、というか、日持ちをさせたいというか、ね、このまま終わっちゃうのももったいないので、これに味をつけていきます。はい、はい、とりあえず、絞って、水気を取りますが、ちょっとね、長いのもあるので、少しざく切りというかね、食べやすい大きさに切ります。こんなもんかな。はい、切りました、ね、で、ちょっと水分をさらに抜いていきます。はい、じゃあですね、今、絞った島ざみを入れます。で、これに、味をつけていきますが、醤油、醤油、砂糖、砂糖、みりん、みりん、料理酒、酒、それで一応いいんですが、昆布茶。なるほどね、昆布茶はなくてもあってもいいんですが、温州みかんのに入ってる、うん、昆布茶入れるとね、ちょっとね、あ、粉末昆布茶なんですね、うん、はい、美味しいんで、まあ、なるほど。で、酒入れます。分量は適当です。そんなことないよ。適当でしょ？いや、そんなことないよ。適当でしょ？適当です。はい。素直でよろしい。はい、それから砂糖ですね。甘めが好きかどうか。全部入れちゃっていいんですね、最初にね。うん、まあ煮詰めます。で、醤油をダババッと入れました。はい、これでもう味付けは OK です。はい、そしたら、はい、再び、炊いていきます。ということで、しばしまあ煮詰めていくので、いじりながら炊いていきます。よいしょ。もうね、お酒が飛んで、お砂糖が溶けて、ちょっと甘じょっぱいいい匂いがしてきました。もうちょっとね、水分がなくなるまで煮詰めていこうと思います。はい、ね、だいぶ水分が飛んできたの分かりますかね。ね、うん、うん、もうちょいですね。で、こういった煮物はですね、温度が下がるときに味が染みるんですね。で、なので、まあ火止めてすぐ食べてもいいんですけど、一応ね、ゆっくり、まあ冷ましてあげる。で、冷めてからね、食べる。あったかいうち食べたかったら、一回冷めたものを温め直すっていうやり方をした方が美味しく食べられます。というわけで、ちょっと冷ましてから我々も食べましょうか、うん、はい、じゃあこんなもんで一応火からもう下ろしちゃいます、はい、うん、OK にします。はい、はい、できました。島あざみの佃煮になります。はい、でもこれ俺味分かってるから、別に食べても大したこと言わないよ。僕も知ってるんだよな。そうだね、どうしようか。じゃあゲストに食べてもらう、うん、そうですね。あ、美味しいです。美味しい、うん、よいしょ。これの意味は、うん、うん、いい味、いい味ですね。よし、じゃあこれを持ってちょっと移動しましょう。はい、いただきます。ちょっと苦味があるな。うん、でも美味しい。うん、美味しい。よかった。食べてみて。うん、食感がいいでしょ。食感、うん、いいですね。
食感いいけど、これは何に近いと言われたら悩むな、確かに、ね、そうなんですよ、なんかね、あんまり食べたことないかも、言われなかったらなんかね、答えが出ない、うん、うん、煮すぎたごぼう美味しい、そう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 思ったよりすごい、ちょっと苦味あります、ね、うん、でも美味しいね、食べれるね、ちょっとふきっぽい感じ、ふきにしたはい、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、空になりました、はい、無事に美味しくいただきました、まあ食べてみないとね、何に似てるっていうのがないんですよ、ね、この味だなっていう感じになりますが、うん、食べたかったらやってみてねっていうことでっていうぐらいですね、という形になります、でどこでも生えてます、南部とか中部とか関係なくね、綺麗な砂浜を探してね、そうですね、で本当はね中央分離帯とかに生えてるんですが、都心部はねとにかく除草剤をまくので、そういうところはちょっと避けた方がいいですね、逆に言うとね除草剤まいちゃってますけど食材が生えてるのでもったいないなっていう気持ちになってもらえたらいいなと僕なんかは思うんですけどね、食べれるものが生えててね、むやみやたに殺しちゃうんじゃなくてね、なんかちょっと利用してほしいなってちょっと思ったりするわけですが、まあ今日はその第1弾というわけじゃないですけど、他にもね、はい、いろいろあるものがいっぱい生えてるんで、ね、シリーズでまた出していきましょう、まあどれも絵は地味ですけどね、はい、という形になります、で今日ちょっとですね、ロケ地が、はい、軒先を借りたんですが、はい、東村立山と水の生活博物館、はい、前も来たとこですね、でお借りして調理をしました、で、年明け1月7日からヤンバルカエルの王国ということで写真展が開催されるそうです、はい、すごい方の写真展をやりますので、来て損はないですというか、ぜひぜひお越しくださいということで、ということで、はい、ということで、これが、はい、いつの絵になるか知りませんけども、はい、ということで沖縄生物館の動画でした、お疲れ様でした。